ストは21グラムスのお二人です。はじめまして。はじめまして。ベースのナッチンと隣にいるのがボーカルのジェノです。あれジェノさん、手は元気そうなんですけれども、はい、ちょっとジェノは仮面かぶってるんで、はい、仮面かぶってると喋らないです。あ、そうなんですね。そうなんです、はい、うん、なんか拘束されちゃってんですかね、あれでね。いや、なんか自分の世界に入ってんのか、うん、早く破産してほしいな。まあまあまあ、はい、はい、うん、まあまあまあ、そんなわけで、実は、21グラムスさんは4人編成のバンドなんですけれども、はいはい、うん、ベースのナッチンさん、はい、おなじみの元シャムシェード、そしてジェノさん、はい、と、ギターのミーヤ、はい、あの女性ですね。で、大阪在住です今。おお、うん、そしてドラムがアクト、はい、の4人ですね。そうですか、はい、はい、今日はその中からお二人来ていただいてるわけですけれども、はい、21グラムスというのはね、また微妙な数字と微妙な、なんだろう、どんな意味があるんだろうと。ああ、あの魂の重さと言われてるんですね。21グラムが人間が、はい、あの亡くなった時に 21g だけ軽くなると言われていて、それは魂の重さなんだよっていう、うんうん、で、まあその魂という言葉にもなんか惹かれるもんがあったし、うん、なんかこのがむしゃらに活動して、まあこの 21g のメンバーが死んだ時には 21g 以上のね、うんうん、魂の重さだったらいいかなっていう意味も込めて。深いそうですか、深いっていうか、魂の重さって結構軽いんだなって今ちょっと思いました。そうですね、逆に言うと、逆にね、うん、っていうかジェノさん、そろそろなんか話してほしいな。あ、あれ、なんかなんかやってる、ちょっとついにか、ついに、いやいや、そんな声じゃない、そんな声じゃない、ジェノさん、ジェノさん、おい、こんばんは、ジェノです。はい、ということで仮面を外していただくとお話ができる。もちろんだから、ライブの時仮面してたら歌えないんで。確かに、うん、基本あのずっと仮面してるわけではないんで、うん、生活辛そうですもんね、そしたらね。まあ食べれないですからね、うんうん、まあジェノさん、この声を聞いてなんかあれって、うんうん、おお、ジェノですどれが本当の声だかわからないんですけれども、はい、ね、この21グラムスをあの作るこういきさつというか、簡単な出会いだったりから教えてもらったりしますか。なんか、うん、去年、もう1年ぐらい前ですけど、うん、ちょいちょい強しに会ってて、うんうん、強しというのはエヴァセットの強しに会ってて、はいはい、でなんか最近何やってんのとか、うん、なんかそういう近況とかお互い話してて、うんうん、でなんかもう本当大雑把になんか一緒にやれたら楽しいかなとかっていう話してたんですね、うんうん、でも去年ちょっとあのシャムシェードのツアーとかやったんで、うん、まあそれ終わってから、今年入ってぐらいからなんか本格的になんかやろうっていうところで、うんうん、やっぱりやるんだったらバンドだよねっていう、うんうん、そっからメンバー探しのオーディションから、オーディション、はい、初めて、うん、なんか最初漠然となんか本当やれたらいいなみたいな感じだったんですけど、なんかその俺がソロとかで行き詰まったり、なんかいろんなことをなんかすごい話聞いてくれて、なんか人としてすごい尊敬できるなと思って、うん、やるなら、あ、この人とやりたいなっていうのがなんかずっとあったですね、うん、で、じゃあそれでも具体的にじゃあどうするっていうのがなくて、まだはっきりしてなくて、とりあえずじゃあメンバーを一からなんか探すかって言って、オーディションとか結構、うん、まあ水面下でやってたんですけど、うん、はい、でその時にあれですね、ギターのミヤとアクトと、うんうん、出会った、うん、そうですね、だからそういう、まだ何にも始まってないのに、そのどういう音楽性でいくかとか、例えばギターは女性がいいってもう言い切ってましたし、最初からなんかそういうビジョンがすごい僕にとっては興味深くて、うん、っていうのはありましたよね、うん、
で4人が集まって音を出してみて、どんな音、どんな方向で曲作ったら楽しいかなとかアレンジしたらいいかなみたいな、うん、だんだん見えてった。まあまだ本当にお互いのことよく分かってないというか、そんなに合わせてないんで、基本ゼノが C 曲書いて、それをまあそれぞれのパートがそれぞれのアレンジしてっていう感じで、なんかもう歌いたいのはあってとか、歌いたいメロがあって歌いたい歌詞があって、もうあとはもうメンバーの好きにも好きなようにやってください。それが多分うちのジャンルになるし、うちの売りになるし、だからもうあんまルールを決めたくなかったというか、で結構作ってからはもう丸投げですね、メンバーに。はあ、で楽器人はどんな風にこう曲を構築というかアレンジを構築してきてるんですか？まあでも聴いてもらえれば分かると思うんですけど、歌物なんで、なんかアイディアはいろいろ出てくるし、まあジェノがこう言ってますけど結構細かく指示してきますけど、ね、ここではこうで、あれで実は細かい、いや結構打ち込んできますよ、うん。なんかその新曲の PV の、途中までだか何ですか、いや作ったとか。そうなんですよ、まだあのライブも決まってないのに、先にあのレコーディング1曲済まして、で PV も撮ったんですね。おただその PV っていうのが、あの一応完成はしてるんですよ、でも僕らの中ではその21グラムスに興味を持ってくれた人を無料招待して、でライブ形式で撮影したものをそれに混ぜたものが完成形だと思って、あの今度7月17日に初代ドアーズで無料招待 PV 撮影っていうのをやるんですよ。おお、ちょっとその PV の触りだけでも見てみますか、見今見ますか、見たいですよね皆さん。あ、じゃあはいどうぞ。比較依存なんだ、無限保養の箱の中、また心踊るなら、きっとそれを軌道と呼ぶんだ。アマテラスこの歌が今お前にはまだ聞こえているか。無料なんですけど、全員にこの仮面かぶってもらいますけどね。本当に、仮面かぶんなきゃいけないの？はい。あ、そうなんだ。それでも良ければ来てください。でもむしろ大暴れしてノリノリで汗だくになってお化粧落ちちゃうって心配も、仮面がこう覆われてるから大丈夫。まあでも最後は撮るんですけどね。それはなんかちょっと女性にとってはドキッとするような、なんか、いやいや、まあちょっとそれはやっぱり撮影しながら考えるっていうこともあるんですけど、そうですね、酸欠とかちょっと心配です、心配なんで、確かに、強要はできないんですけど、基本まあ被ってほしいっていう願望と、あの被んなくても漏れなく全員に仮面差し上げますので、7月17日のハッサイドワーズ の、あのシューティングの時に。そうですね、あとステッカー、ステッカーもうあちこち貼っちゃう。そうですか。いやで、発表が6月の1日にされまして、はい、今はじゃあそういう、PV の無料招待のことの告知だったりとか、他準備中って感じなんですか？そうですね、でやっぱりその曲知らないと PV 参加してもらっても乗れないじゃないですか。そうです。だからそれは全部あの全部っていうか途中までなんですけど、はい、ホームページチェックしていただければ、はい、もう映像出てますんで。あ、そうですか、はい、まだねちょっと早い時期にこれやってるもんですから、私何も分かってなくてごめんなさい、はい、はい、なので、ウェブサイトのアドレスはあの同じコーナーの中に、文字の方に載っけておくので。あ、ありがとうございます、
ピュッと飛んでもらってね、はい、こちらそこにも載せる、はい、はい、やっぱりねこう口で言葉で説明するより聞いてもらった方が早い、うん、音楽はね。そうですね、うん、まあでもそうそうたるメンツでございますから、あのかなりのものを期待してますし、はい、あその PV、うん、撮り終わってありがとうございましたのあと生演奏しますから。あじゃあライブも見れる、はい、そうですね、そこで初お披露目が、うん、こうまあ待っててくれる皆さんにこう、うんうん、ね、結構ジェノ待たしたんでそう、ね、ファンの方を、はい、そうですね、うん、まあ撮影はちょっと撮るんですけど、うん、その撮った後にちょっと本番行くぜと言って1曲やってもううわってこう盛り上がってもらってっていう感じで考えております。はい、そのわけで、まあ、今後それが終わった後も続々とこう予定なんかは、そうですね、その7月17日の PV 撮影の時に、うん、その次の展開を発表しようかなと思って、うんうん、ステージ上で、はい、はい、じゃあもうぜひ7月17日、うん、皆さんお誘い合わせの上、ええ、はい、それは自由に行けるの？自由で、申し込んで予定数達したらそこで終わりですけども、はい、じゃあ申し込み方法なんかもウェブサイトの方に、あ、もう全部載ってます、はい、じゃあそちらをチェックしていただいてね、はい、はいはい、ぜひ皆さんでもう21グラムスのスタートの部分を、ああ、スタートをみんなで一緒にスタート していけばこれからも一緒に楽しんでいけるんじゃないかなと思います。ちょっとまだ謎多いですけれども、うん、ジェノさん、うん、そこに行けばねもっと分かると思うので、なあもう、はいはい、徐々に暴かれますよ、暴かれますよ。じゃあそんなわけで今日は21グラムスのジェノさんとナッチーさんにご登場いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。